皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回なんですけれども、まあ、いわゆる一つの、まあ、神ガチャと、いうものが、まあ、今来てるんですけれども、礼服リバイ及び、バレンタイン、バレアニ、うん、あの辺が、まあ、どれか確定で、うん、ゲットできるガチャガチャがね、来てるんですけれども、まあ、バレンタインアニをね、まあ、持てない、まあ、自分からすると、まあね、ありがたいガチャなんですけど、まあ、これもね、まあ、きっとね、賛否あると思いますが、まあ、そうで、まあ、持ってる方からすると、必ずしもそうではないと、いうようなところでは、まあ、あるかもしれませんけれども、まあ、自分としてはもう、十二分に狙う価値のある、ガチャなのかな、というところで、今から引いていこうかなと思うんですけれども、まあ、その前に、まあ、別撮りでね、古戦士ガチャかな。うん、あっちを、赤石で10連、そしてチケットで10連、引いてる、まあ、別撮りで撮ってる動画があるので、まずは、ちょっとそっちの方をね、付けさせてもらって、見ていただいた後に、今、この後、チケットで10連。なので、まあ、古戦士ガチャを、まあ、30連かな。30連、やるんで、まあ、多分、トータルで言ったら150連ぐらいになると思うんですけど、まあ、未だですね、まあ、光栄の、まあ、コニーのみというところで、ちょっとね、渋い結果にはなってるんですけども、まあ、この30連でね、団長と兵長の、まあ、コスプレを拝めたら、まあいいのかなというところで、まあこれ引っこ抜いてやろうってやつ、うん、でその後にまあコスプレしているまあ兄をね、引いたらまあいいんじゃないかというところで、まずは、20連かな、赤石とチケットの20連を、ご覧いただきたいと思いますというところで、まずはどうぞ。はい、というところで、もうちょっと何連に行ってるかわからんけど、ほんでこの動画がどこについてるかわかりませんけども、まあ、やっていこう、やっていこう。はい。うん、ミカサおるね。いいね。いいよ。ここまでは良き。そして、マントを外しつつ、しっかり噛んで巨人化していただくと。しないと。はい。いいでしょう。まあまあまあ、でもここ、でも、まあ、若干の望みは捨ててはいけない。っていう話をしたら、兄、レオンハーツがやってくると。いやー、きついね。もうないと思うが、もうこれこそ薄い希望だね。はい。うん。うん。はい。というわけで、まあ残念。なんかの動画についてると思うんですけど、まあちょっとどういう形で、まあ、出てるかっていうのは、まあ、考えてやりたいなと思います。とりあえず、10連行きましょうというところで。ああ、まあ、エレン一人。さあ。もうきつい？きついね。非常にきついね、この展開は。うん。はい。はい。うん。はい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 。つうわけで。もうね、これ、行こう。もう行っちゃおう。行っちゃおう。うん、やはり。さすがに4連じゃきついか。はい。はい。うん。はい。ラスト？はい。はい。というところで。まあまあまあ。まあまあな結果だったと思うんですけど、いや、いいよいいよ。あと10連で、二人引っこ抜いたらいい話なんで。まあこれ、ね、ええ加減出るでしょ。うん。はい、というところで、この10連で、リヴァイと、まあ団長、うん、まあ兵長と団長、これ両方引きましょう。さあさあ、行きますか。とりあえず友達連れてこいって話。うん、こず。はい。で、マントも取らずなんで、あんまりやる気のないエレンかな、これは。はい。はい。うん。はい。はい。ちょっと厳しいね、さすがに。いや、あかんか。150連ぐらい引いてるものの、出ないですか。はい。
はい。まあまあ、やむを得ず。うん、やむを得ないでしょう。まあ、諦めるか。さすがに。っていうような感じで、まあ今560だから、まあまあ10連溜まれば引くかもしれないですけど、まああんまりちょっと期待はできへんかな、もうさすがに。まあとにもかくにもここで、まあこの兄レオンハートを引けば何の問題でもない。うん。ピックアップが出るんで 100%、うん、出るんで、で、選択率としては、まあ兄が 31% から、まあ3割程度の確率で引けるんで、まあ、当然これ狙いたい。で、他の、まあ、逆に言えば、レフクリバイ持ってるんで、まあ、それだけはやめとけよって話。うん。まあ、行きましょう。まあ、何しか来るでしょう。おー、いいね、いいね。これ2枚抜きいっときましょうか。これでね。はい。これ久しぶりにこれね、エレンさんがね、これ多分強靭化するんですよね。まあ、してくれな困るんですけど、逆に。するでしょ、きっと。はい。もう久しぶりに拝めた。はい。この、パンチ、あ、パンチしない。パンチしない。パンチしないか。ちょっとパンチしないは痛いんじゃないか。大丈夫か、おい。まあ、確定枠なんで、最後に、まあ、来ると思うんですけど、途中で、まあ、アルミンがおるので、うん、これかな。いや、このエレンもめちゃめちゃ出てるんすよね。うん。まあ、確定枠の手前でもう一枚来てくれても、俺は12、もう全然構わんけど。もうそろそろ次ぐらいかな次ぐらいかなリヴァイさんだけはやめとけよ。そう、薄い方を引くんだね。薄い方を引くんだね。はい。まあまあまあ。最悪大丈夫。うん。一番、持ってるリヴァイさんを引いたらちょっと残念だったけども、光栄の、ジャンを、まあ、手に入れたというところで、まあ、光栄キャラなんで、育成素材は、まあ、割かしあるかなっていうところなんで、早速育てて、編成の方に、組み込んでいきたいなと思いますと。あ、まあ、いうところで、ことごとく欲しいキャラがね、全然手に入れない。うん、ちょっとね、ほんと残念なんですけど。もういつまでこのガチャガチャのトンネルが続くんかなって思うとちょっと気が遠くなるんですけど、まあのんびりね育成の方も頑張っていきつつ、まあ戦力及びその戦術レベルその辺もまあ皆さんにまあ遅れをまあ取ってるんですけど、まあついていけるように頑張っていきたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録いただければ嬉しいかなと思いますというところで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。